ザビッグギグは、1983年に、リリースされた、カイバンドの4枚目のライブ版。また、バンドとして、市販初のライブビデオでもある。舞台となった、という5号地。1979年当時、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1983年8月7日、 当時の新宿副都心の高層ビル群に囲まれ、通称、ゾーンと呼ばれた、という五号地において開催された、野外イベント、ザビッグギグの模様を収録したものである。歩道からの無料観覧を含めると、約3万人もの観衆が集まった、大規模なライブイベントであった。この日の模様は、本校で説明する、アルバムビデオのほか、t v 放送、 FM 放送など様々なメディアで再現された。なおすべてにおいて収録曲が異なっていた。冒頭に説明したイベントのライブ版。本作は何度か CD 化され再発されているが、2007年の海ン都市ジャケットリマスターシリーズには入っておらず、現在廃盤。ただし、2005年に U キャンから発売されたライブボックス熱狂ステージにて、 ジャケットと曲目が変更されリリースされている。また、2013年3月27日に、高音質の SHMCD 版として、オリジナルの曲順のまま再発売された。オリジナルブライトンロックダイナマイトが150トン、危険な道連れムーンライトプリズナー、スリーピーシティゴールドボーイッシュガール荒野を下って、氷の唇ナイトウェーブ東京の、 人よシーズンミッドナイトポップコーンを頬張って漂白者、観覧者80に破れたハートを売り物に、前述のライブ版の映像商品。アルバムとは曲目が変更されており、ジャケット写真がアルバムとは異なる。現在は DVD 及び、ブルーレイとして発売。TV 番組版では、この作品未収録の、テレフォンの色をぜ、ミッドナイト、破れたハートを売り物に、も放送された。 ブライトンロック危険な道連れムーンライト、プリズナーシーズンゴールドボーイッシュガール荒野を下って、アンナナイトウェーブ東京の人よスリーピーシティコーリの、唇ポップコーンを頬張って翼ある物漂白者、金峰毛100万ドルナイト観覧車82、ブライトンロックダイナマイトが150トン、危険な道連れテレフォンのオイローゼムーンライトプリズナー。 シーズンゴールドボーイッシュガール荒野を下って、ミッドナイトアンナナイトウェーブ東京の、人よスリーピー,シーテチームにいっぱいのマナゴーリの、唇ポップコーンを頬張って翼ある物漂白者、金峰下観覧車8200万ドルナイト破れた、ハートを売り物に本作に限らず、ダイナマイトが150トンのライブ音源、ライブ映像は、収録がオミットされる状況が続いている。ありがとうございます。